三大ピラミッド。左手前から、メンカウラー、カフラー、クフ。三大ピラミッドと周辺の移行の位置関係。右上からクフ、カフラー、メンカウラー。上空から見た三大ピラミッド三大ピラミッドは、エジプト、ギザの砂漠にある三基のピラミッドの総称、英語では、ギーザピラミッドコンプレックスと呼ばれる。隣接するスフィンクスと共に、 エジプトを象徴するイメージとなっている。造営時期は、現在より約4500年前の、紀元前2500年頃とされ、いずれもエジプト第4王朝期に建設されている。古代エジプト王国のファラオの墓領であり、被壮者はクフ王、カフラー王、メンカウラー王とされる。また、それぞれのピラミッドには王妃たちのピラミッドや、衛星ピラミッド、 山道やマスタバボ群などが付属しており、いわゆるピラミッド複合体を形成している。カフラー王のピラミッドの山道入り口にそびえた次ギザのイスフィンクスも、このピラミッド複合体の一部に含まれている。こうしたギザに広がる、ピラミッド付属の墓地遺跡を総称して、ギザの墓地遺跡と呼び、メンフィスとその墓地遺跡の一部として、世界遺産に登録されている。クフによってこの地に、 ピラミッドが建設されるまでギザの地は王母の地となっていなかった。主に王母が建設されていたのはギザの南にあるサッカラであり、世界最古のピラミッドとされるジェゼル王のピラミッドもサッカラに建設されている。このピラミッドの建設は後世に多大な影響を及ぼし、それまでのマスタバ墓から変わって、以後はピラミッドが王母の中心的な様式となった。ジェゼル王のピラミッドは マスタバボを6段積み重ねたような、いわゆる階段ピラミッドであったが、その後ピラミッドの建設技術は進化していった。クフの前の王であるスネフェルは、ダハシュールに屈折ピラミッドを建設した。これはそれまでの階段ピラミッドから1段階進み、直線の両線を持っていたものの、下部を急角度で建設したために、上部で傾斜角を緩やかにせざるを得ず、 上部と下部で傾斜が異なって屈折したように見えるピラミッドとなった。スネフェルはさらにその後、同じくダハシュールに赤いピラミッドを建設した。これは美しい二等辺三角形の形をした世界最初の神聖ピラミッドであり、ここでクフ王のピラミッドの建設を可能とした技術のかなりが出揃うこととなった。クフ王のものとされるピラミッドは三大ピラミッドの中で最大で、 高さ146.6メートルである。クフのピラミッドの底辺の長さは約230メートル。1954年、付近から長さが43メートル以上ある木製の太陽の船が分解された状態で発掘された。クフがこの地をピラミッド建設の地として選んだのは、この地が岩盤となっていて地盤が安定しており、また材料である石灰岩がこの近辺で採掘できた。 ため建設に有利だったことなどが挙げられる。ピラミッドの内部に入る入り口は存在し、観光客も中心部にある王の原室まで入ることが可能であるが、現在は本来の入り口は封鎖されており、観光客は旧世紀にアッパース長の第7大カリフであるマームーンが南側に開けた洞窟用の穴から内部へと入るようになっている。また、 この内部観覧は1日300人限定となっている。内部はかなり精巧に作られており、傾斜した大回廊を通って、ピラミッド中央部に位置する王の原質のほか、大回廊入り口から水平通路を通ってたどり着く王妃の間や、ピラミッドの地下に存在する地下の間などが存在する。また、原質の上には、ピラミッドの重量を軽減するための、 いわゆる重力軽減の間と呼ばれる空間が存在する。クフ王のピラミッドの東側には3基の王妃たちの小さなピラミッドが南北に並んでいる。その東側は多数のマスタバボが立ち並んでおり、貴族たちが埋葬されている。このマスタバ群はピラミッドの西側にも存在する。また、ピラミッドの南側には太陽の船を展示している太陽の船博物館が、 存在している。クフ王のピラミッドは、エジプトのピラミッドの中でも、最大、さらに最も美しいものとして知られ、古くから非常に著名であった。紀元前2世紀に、ビサンチウムのフィロンによって選ばれた世界の七不思議のうちの一つであり、またその中で唯一現存する建造物である。ギザのダイスフィンクスとカフラー王のピラミッドカフラー王のものとされるピラミッドは、 三大ピラミッドの内中央に位置する。高さはおよそ136メートル。頂上付近に創建当時の化粧石が一部残っている。見かけ上、三大ピラミッドの中で最も高いように見えるが、それはカフラー王のピラミッドが立っている看板がクフ王のそれに比べてやや高くなっているためで、実際はクフ王のピラミッドの方が高い。内部には、 通路と原質が存在するのみで、その原質も中空にあった、クフ王のものとは違い、地面と同じ高さに建設されている。カフラー王のピラミッドの東側には、総裁殿が存在し、そこから東へと参道が伸びている。参道の入り口には、ギザの大スフィンクスが存在する。この位置関係から、ギザの大スフィンクスはピラミッドを守護するために、 カフラー王によって建設されたピラミッド複合体の一部であるという説が最も有力であるがカフラー王のピラミッドを除いてこうしたスフィンクスが存在するピラミッドは存在せずそれ以外は他のピラミッド複合体とすべて共通しているためスフィンクスはピラミッド建設以前から存在しそれを取り込むようにしてカフラー王がピラミッドを建設したという説も存在する スフィンクスは、もともとあった岩山をそのまま掘り下げて建設したもので、あり、一枚岩としては、世界最大の石像である。そのため、過去何回か、首まで砂に渦漏れ、その後掘り起こされるといったことを繰り返している。スフィンクスの東には、スフィンクス神殿が、さらにその東には、カフラー王ピラミッドの貸神殿が存在する。メンカウラー王のものとされるピラミッドは、 三大ピラミッドの中では最も小さい。高さおよそ65メートル。ただしピラミッド複合体の規模としては他の二つのピラミッドに劣らない規模を備えている。ピラミッドの南側には三基の王妃たちの小さなピラミッドが東西に並んでいる。山道も存在し東へと伸びている。北面には大きな傷跡が残るが、これはピラミッドを破壊しようとしたものが破壊できずに、 終わったものの名残であるという。カイロ市中心部から、西南西1 3トルの地点にある。周辺は、ギザ市に属する。ギザ市南部のギザ広場から、クフ王ピラミッド北側までは、アフラーム通りと呼ばれる広い直線道路が通じている。ギザ広場には、カイロ地下鉄が通じており、ピラミッドへ向かう場合はここからバスに乗るか、または、カイロ市中心部からも、 市内バスが走っている。ピラミッド自体は砂漠の中にあり、周囲には何もないが、カイロ市の都市下に伴いスフィンクスのすぐ東隣まで住宅街が広がるようになった。スフィンクスの正面にはケンタッキーフライドチキンとピザハットの支店があり、スフィンクスとピラミッドを眺めることができる。この3基のピラミッド及びその複合体は、現代ではピラミッドエリアとして一括され、 保存地区となっている。ピラミッドエリアはエジプト最大の観光地であり、世界中から多くの観光客が訪れる。エリアの入り口はクフ王のピラミッド北側とスフィンクス前の2カ所に存在する。ピラミッドエリアの生誕には展望台が存在し、ここから3基のピラミッド全てを一度に眺めることができる。 2013年8月に発生したムスリム同胞団と治安部隊との衝突を受け、エジプト候補省は2013年8月14日から一時閉鎖措置を取っていたが、後に解除された。この三大ピラミッドはオリオン座の三つ星を表したものであるとする、いわゆるオリオン説が存在する。実際にナイル川をアマノ川に見立てると三大ピラミッドの位置がオリオン座の三つ星の位置と、 ほぼ一致するという。ロバート・ボーバルとアドリアン・ギルバートが提唱したものだが、古代エジプトにおけるオリオン座の重要性から結果として、オリオンの三つ星として見られたとは考えられるものの、ピラミッドの大きさの並び順と三つ星の光の強さが一致しないことなどから、三つ星に似せようとしてピラミッドを作ったことに関しては、否定的見解が強い。またグラハム・ハンコックもこの説を取り入れたが、 こちらも学会では無視されている。スフィンクスとサムライナポレオン・ボナパルトがエジプトに遠征したおり、ピラミッドの下で兵士諸君、ピラミッドの頂から4000年の歴史が諸君を見つめていると言って兵士たちを鼓舞したとされる。このピラミッド君はエジプトのシンボルとなっており、19世紀以降多くの観光客を集めるようになった。 1865年には、池田長発率いる江戸幕府の第二回見王施設が、ピラミッドを見学し、記念撮影を行っている。地球の歩き方エジプト2005年の2006年版2004年11月12日、海底第14版第1冊発行 P153、エジプト、ピラミッドも一時閉鎖衝突拡大で、毎日新聞。 オリジナルの2013年8月24日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20130824131522/.http:/.jp。セレクトニュース 2013815k0002030161000 CHTML2013 年8月20日、閲覧。ありがとうございます。